タ自動車の欧州部門のトヨタモーターヨーロッパは7月17日、新型カローラセダン、トヨタカローラセダンに GR スポーツを設定すると発表した。GR はもっといい車作りを目指すトヨタガゾーレーシングがミュルブルクリンク24時間耐久レースなどのモータースポーツ活動を通じて車と人を鍛え、そこで得た知見やノウハウを注ぎ開発した新しいスポーツカーシリーズだ。エンジン内部にもチューニングを施した数量限定販売のGRMN を頂点に GRMN のエッセンスを注ぎ込んだ量販スポーツモデルの GR、 気軽にスポーツドライブを楽しめる GR スポーツを設定している。すでに欧州では新型カローラシリーズのハッチバック、日本名カローラスポーツに相当と、ワゴンのツーリングスポーツにGR スポーツが用意されている。両車の成功を受けてトヨタモーターヨーロッパは GR スポーツのラインナップを新型カローラセダンにも拡大展開する。外観はフロントグリル、ドアミラーカバー、センターピラー、サイドシルなどをピアノブラックで仕上げた。これは低いスタンスを強調する演出という。またフロントバンパーの端に C 字型のフレームを備えたブラックガーニッシュを装備してワイド感を強調している。トランクには控えめなスポイラーを装着した。ナンバープレートの上には黒いリアガーニッシュ、リアには GR スポーツのエンブレムが追加されている。アルミホイールはブラックで、10本スポークの先端には機械加工仕上げを施した。センターキャップの周囲には赤いリングが添えられる。ダイナミックグレーを除く7色ではバイトオンペイントオプションとしてブラックルーフと組み合わせることができる。インテリアには黒いヘッドライニング、レザー仕様のステアリングホイール、 GR ロゴ付きブラッシュアルミのフロントスカーフプレートなどを装備した。フロントシートはサポート性を高めたデザインで、サイドクッションとクッションボルスター、ヘッドレストを一体設計とした。あと席も同じカラーテーマを採用している。オプションとしてインテリアアンビエントライトシステム LED エクステリアライトが選択できる。新型カローラセダンの GR スポーツのパワートレインには 1.8 リットルのハイブリッドと 1.6 リットルガソリンの2種類が設定される。1.8 リットルのハイブリッドは 1.8 リットル直列4気筒ガソリンエンジンにモーターを組み合わせる。 1.8 リットルエンジンは摩擦低減対策、より大容量の EGR 排気ガス再循環システム、熱管理の最適化などの改良を実施した。圧縮や静粛性に影響を与えることなく、新開発のガシープラットフォームに適合するように小型軽量化された。二次電池はリチウムイオンとし、燃費のさらなる向上を目指している。新型カローラセダンの GR スポーツは2020年11月に生産が始まり、2021年1月から市場に応じて販売が開始される予定だ。
モーターヨーロッパは、GR スポーツグレードが、エレガントで個性的な4ドアボディスタイルに、より若々しくダイナミックな魅力をもたらす、としている。